大島春之は NHK 解説委員。担当分野は経済。大阪市出身。大阪市長を務めた大島康氏の長男。1975年慶応義塾、大学小学部卒、NHK 入局。横浜放送局を経て経済部記者となる。経済部では通産省、大倉省、日銀、自動車、電気、エネルギーなどを担当。 1989年ワシントン特派員、1995年大阪放送局デスク、1997年経済部デスク、2000年ニューヨーク特派員などを経て2003年から解説委員となり現在に至る。経済記者時代は三考規制破綻、日米貿易交渉、日米鉄鋼業界合併など数々のスクープを連発、日米構造協議では、 全議事録を単独入手し、日米双方の経済学者などから未だに紹介を受けている。デスクに転じてからは、NHK スペシャル、クローズアップ現代など十数本の経済番組を手掛ける。2000年以降では、N スペでは、資本主義は、どこへ行くか、IT 革命の衝撃、NY 特派員時代の、米国通信バブル崩壊の衝撃、 アメリカがおかしくなっている言論事件の真相、米国消費バブルの行方、解説委員時代の市町村は変わるか構造改革特区黒ロでは、グリーンスパン神話の崩壊、911、テロイヌイシリーズなど多数。解説委員になってからは、N スペを制作しながら、夕方のラジオも担当。2003年以降一貫して、米国経済の危うさを警告し続けている。 元大阪市長の大島康史氏が死去、模主は。 長男の春行き h t t p s p o w e r u p o s a k a b l o g s s b l o g j p 2 0 1 0 0 8 0 9 h t t p m k a z e c o m g u r u m i o k a m i s a n p d f ありがとうございます。